コビ湾のこの南側を形成していて、島が東から西に伸びていますが、この青の洞窟は北西部の一番端に近いところに洞窟が位置しています。だから港から船で出ると左の方向に、10分、まあ、波が穏やかだと10分少々、ちょっと波があったり逆風だと15分ぐらい、かけて洞窟の入り口の手前まで行って、そこで船の上で船によってこう中に入る、中に入る順番が決まってますから、ずっとこう待機してます。で、今日はまあ、我々一つはこの穴かくって昼食を食べるということで、あとまあモーターボートが結構混み合ってるので、この陸ので、洞窟の上から、先ほど見たように最終的にこの洞窟の上に駐車場があって、そこからこのバスを降りて9階段になって列に並んで、中に乗って、入るときは大体、まあ、体重制限がありますが、大体お互い4人平均、4人ぐらいがこうボートに乗る。で、中に入って、まあ、これ例えばベネチア。